ビッグ、T、さんについて、はいてはい、なんかご自身にとってどういうアーティストとかそういう思いがあれば。はい、まあビッグ T てるくんの話は結構もういろんなところでみんなが話してていろんな伝説が多分世に響き渡ってると思うけどそうですねてるくんは結構やっぱ仲間には優しい人で。 なんか俺が、てるくんちのなんか、カーペットを汚しちゃったんですよね。なんか、俺が、結構乾燥肌でアトピー持ちなんですけど、たぶんてるくんち泊まった時に、カーペットの上で寝て、なんかどっか引っかいて血出て、で白いカーペットだからなんかちょっと血ついちゃったんですよ。で、俺それ気づかずに、なんか、 でもなんか傷ができててあもしかしたらカーペットに血ついちゃってたかもなと思ってでなんか後日一緒に泊まってた人間が何か「当てる言ってた」みたいなでも何かその俺の,その乾燥肌の部分とか何か逆に心配してくれてるぐらいの感じで,でそういう優しさがすごい何かなんていうんですかねギャ,ギャップというかうんあの人は どっちかと言ったら優しさの方が強いいいんじゃないかなかって思いますね強さももちろんですけどなんかそういうところが多分あの人のなんかみんなを引き付ける魅力なんじゃないかなっていうみんながこう語り続けるゆえんなんじゃないかなって感じですね。